グルンディッヒはドイツの家電機器メーカーである。マックス・グルンディッヒにより1945年にニュルンベルクで設立された。1930年に設立されたラジオを販売する店であるファース、グルンディッヒアーザーが前身第二次世界大戦後はドイツでのラジオの需要を認識して1947年にキットを発売した。工場と管理センターは フィールトに建設中だった。1951年には最初のテレビが新工場で生産され急速に普及した。同時にグルンディッヒはヨーロッパ最大のラジオ生産会社になった。部門はニュルンベルク、フランクフルト、カールスルーエにできた。1960年にはグルンディッヒにとって初めてとなるドイツ国外生産が開始された。1972年に GMBH から AG へ変更した。グルンディッヒのサテライト2100ラジオ受信機長年、フィリップスは主要な株主だったが1993年に経営を退いた。フィリップスは1998年、バーバリアのコンソーシアムへ売却した。2000年末に本社をフィルトからニュルンベルクへ移した。2002年秋には、グルンディッヒは、 銀行からの融資を受けることができなくなり2003年4月には破産した。衛星機器部門はトムソンへ売却され、2004年、イギリスのアルバ PLC 及びトルコの古地財閥系のベコエレクトロニクスは共同でグルンディッヒの家庭用インターメディアシステムと民生用電子機器部門を買収した。2007年、アルバはベコ社へ5030万ドルで半分を売却した。 グルンディッヒのイギリスでブランドは2010年まで使用を許諾され、オーストラリアにおいては2012年まで使用が許諾される。アメリカ合衆国においては、グルンディッヒのブランドはカリフォルニア州パロアルトのイートン社が生産、販売している。スペインではグループビテルコムが携帯電話をグルンディッヒモバイルのブランドでライセンス生産している。自動車部品は自動車部品の会社である デルファイ社がグルンディッヒブランドのラジオを生産している。2007年、グルンディッヒモバイルは、リナックス搭載の U900 と呼ばれる携帯電話を発表した。2007年グルンディッヒのブランドは、トルコのコチ財閥が経営権を握り、コチは、白物家電のベコエレクトラーニックと、民生用電子機器の部門の名称を、グルンディッヒエレクトラーニック A、エカエ さらに2009年2月27日、アスレイクウェイと合併すると宣言した。ありがとうございます。